日本北海道札幌市、白石区平和2平和212丁目付近平和2は、北海道札幌市中央区から同市白石区、厚別区を経て、北広島市に至る札幌県都市計画道路である。また、この通りに接する札幌市白石区の地名でもある。起点の内房駅前から500メートルほど線路に、並行した後、右にカーブし、国道275号と交差し、 平和大橋で豊平川を渡る。その後は平和通13丁目付近まで国道12号の北側に300メートル余り離れて並行する。その先は沿線に工場や倉庫等が多くなり、国道274号との交点から6車線の道路となり、先は札幌市内の一大物流拠点である流通センターの中心を抜ける。 国道12号との交点から沿線にマンションやロードサイド店舗が多くなる。国道274号と重複してから厚別南7丁目付近までは、側道も設けられた幅の広い通りとなる。JR 千歳線をくぐり、北広島市に入ると、すぐ終点となる。札幌市白石区の JR 函館本線以南の地域は通りの名前を 住居表示に用いられる地区であり、北から平和通、本通り、本号通、南号通と、それぞれ称される。平和通地区はこれらの地区の北辺であり、東西 3km 超にわたり1丁目から17丁目まで、区切られている。この地区は、住宅地としての色合いが濃く、JR 白石駅や平和駅の2つの旅客駅と、札幌貨物ターミナル駅の1つの貨物駅を、 用している。また、貨物駅に近い東部は、同自動車道、大谷 j i c にも近いことから、工場や運送業者の輸送拠点が多く見られる。ありがとうございます。